まあ、自分の気持ちでとしては代表に挑む気持ちっていうのはいつも変わらないですし、まあ、そういった中で今回は若いメンバーも多く、アジアカップともメンバーも少し変わっているので、そういった中でしっかり合わせてやっていきたいなという気持ちはあります。まあ、自分自身、まあ、少し、痛みがある部分もあるんですけど、それでもしっかりと 100% のパフォーマンスは出せる状況だとは思ってますし、チームの状態としてはまだまだ合わせていかなければいけないところが多いなというのが正直なところです。まあ、ビデオを見て少し分析もしたんですけど、個々の部分が非常に強いのかなっていう印象と、あとは攻撃に入った時にワンタッチで結構上手につないでくる場面もあったので、そこは注意しなければいけないなと思ってます。まあ、相手のことを見てみても、しっかりと自分たちのサッカーができれば得点もできそうかなっていうのもありますし、アジア大会に向けてしっかりといい準備をする、まあ、最後の親善ゲームなので、そこではしっかり結果も内容にもこだわってやりたいなと思ってます。そうですね、まあ、自分自身山形でやるの非常に久しぶりですし、多くのファンの方が来てくれるっていうのは聞いているので非常に楽しみにしてるんですけど、まあ、まだまだ当日券もあると思うので、本当に一人でも多くの方になでしこのサッカーを見ていただきたいなと思っていますので、皆さん応援よろしくお願いします。